2011年、展示訓練で SA316 バイトからの降下を行う、マルタ軍の船舶防護分検隊、船舶防護分検隊、または船舶護衛分検隊は、軍などの公的機関により、海賊から船舶を防護する目的で派遣される、分検隊、民間による武装警備と合わせて扱われる場合もある。ソマリア沖の海賊に対するものは、 国際連合安全保障理事会決議2125により民間武装警備員と並び利用を可能とする措置に留意がなされることとなった。民間船に登場する小規模な部隊であり、アフリカ連合やヨーロッパで官邸の派遣を行っていない国からもソマリア沖への派遣が行われている。防護の提供は必ずしも無償ではなく有償で行われる場合も存在している。 船舶防護分検隊と民間武装警備員の大きな違いとして、軍、公的機関の人員として、対象船舶の防護にとどまらず海域の警備や海賊の制圧も任務に含まれている点がある。海事保安センター、ホームオブアフリカでは、船舶防護分検隊による防護は、民間武装警備員を利用するより望ましいとしている。アタランタ作戦での派遣例例、エストニア、 マルタ、リトアニア。ベッセルプロテクションディタッチモント、グローバルサポート。シッピングコンサルタンツアソシエーテッド、2015年4月28日、閲覧。ABC デニス・ブライアント、ベッセルプロテクションディタッチモンツ。マリタイム・プロフェッショナル、2015年4月28日、閲覧。安全保障理事会決議2125。国連広報センター。 2015年4月28日閲覧。EU ネイバルフォース、エストニアンベッセルプロテクションディタッチモント、オペレーティングオン、A フレンチベッセル。ヨーロピアンユニオンネイバルフォース。2015年4月28日、閲覧。2010年12月の主要事象。海洋安全保障情報月報、1AB、エイミー・サム・マリタイム。アフリカ連合ソマリアミッション。 2015年4月28日閲覧。ニューベッセルプロテクションディタッチモント戦闘ツーアッテランタ。オペレーション。エストニア外務省。2015年4月28日閲覧。ヨーロピアンユニオンレーバルフォースソマリア。オペレーションアッテランタ。マルタ軍。2015年4月28日閲覧。リトアニアイスミリタリーパーソンルコンプリート。トレーニングフォーザオペレーションインソマリア。 リトアニアトリビューン。2015年4月28日閲覧。a b エニーラ・ウィリアムズ、プライベート・アーム・ド・ガーズ・イン・ザ・ファイト・アゲンスト・パイラシー。クライムズ・アット・シー、ハグウアアカデミー・オブ・インターナショナル・ロー、ピアニッシモ。 346から347、ISBN 9兆7890億426万8050、http スラッシュスラッシュ w w w p e a c e p a l a c e l i b r r y n l スラッシュ ebooks スラッシュ files スラッシュ 380717476.pdf2015 年4月28日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュコモンスラッシュ 000168535.pdf 8 1 5アームドプライベートマリタイムセキュリティコンタクターズ BMP オンベストマネージメントプラクテス4プロテクションアゲンストソマリアベースドパイラシー マリタイムセキュリティセンターホームオブアフリカ P39 HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュコモンスラッシュ000168535 pdf 2015年4月28日閲覧ありがとうございます